鳥取県議会では、公職選挙法違反の罪で有罪判決が確定した藤縄義和元県議がきの付けで失職となったことから、鳥取市選挙区での決員が2人となりました。このことから補欠選挙が行われることとなり、今日鳥取県の選挙管理委員会が開かれ、来月15日告示、来月24日投開票の日程で補欠選挙が行われることが決まりました。 鳥取県議会議員選挙で補欠選挙が行われるのは2002年以来となります。